こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ということで、今回はですね、たった3ヶ月で、100万円を売り上げた SNS 活用術というテーマに関して、今回ね、中村さんと一緒にね、動画を撮っていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、まあ、最初、ちょっとお名前ですね、伺っていきたいなと思うんですが、お名前は、中村健太と言います。ですね。はい、中村健太さん、ありがとうございます。ちなみに差し支えなければ、ご年齢と、あと今のご職業ですね、教えていただいてもよろしいでしょうか。年齢は47歳です。はい、あ、見えないですね。すごい若々しくてエネルギッシュな。もうアラフィーです、ね、アラフィー。今どんな活動をされていらっしゃいますでしょうか。はい、私がネーミングしたんですけど、はい、SNS コネクターという仕事をしてます。はいはい。これはどういった、ご職業になりますでしょうか。あ、私自身がやってる副業で、うん、を人に紹介してですね、うんうん、で皆さんに成功体験してもらって、その代わりに、紹介料をいただくと、あ、なるほど、言ったような仕事になります。副業を紹介して、その成功の体験を掴んでいただいて、まあ、紹介料をいただくと、うん、はい、をいただくっていう感じですかね。まあ、仲介業というような形でしょうか。あ、そうですね、うん、紹介料ビジネスと。はい、かしこまりました。で、今どうですかね。うちの本 SYK のね、学科に入っていただいてから期間でいうと今どれぐらい。ちょうど今3ヶ月経ったぐらいですね。ちょうど3ヶ月目ですね。はい、そうですね。まあ、今年のそうですね、6月から、ね、3ヶ月目という感じで。ちなみになんですけど、うちの、SYK のね、本講座に入学していただくに至ったきっかけっていうのはどういったあたりでしょうか。最初は、何気なくこう副業をどうやっていこうかなって、これからもどうしていこうかなって、拡大どうやってしていこうかなと思ってる時に、はい、うん、ちょうど修二さんの YouTube の動画が目に留まって、はい、SNS の集客ってあるんだって初めてそこで知って、なんかそこでこう化学反応ができたら面白いんじゃないかなと思って、はいはいはい、最初修二さんから教わったやつから始まりましたね。あ、なるほどですね。YouTube がきっかけで、まあ、我々のことを知っていただいてっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。ちなみに結構あれじゃないですか、最初本講座最終的に入るときってちょっと、もうスムーズに、もう本当にもうここでやっていこうっていう感じだったですか。それともちょっとまあ迷いとかは特になく。いや、最初自分でも迷いあんのかなと思ったら、はいはい、結構いきなりポンと入れたっていうのも修二さんの動画とかが結構なんですかね、こう根拠とかそのエビデンスとかに基づいてやってたり、すごい知識の豊富量だったんで、はい、すごい信頼をすごい置いてですね、うんうん、見てたんで、そんなに迷いはなかったし、なんかすごいここから発展性があるんじゃないかなっていうのが期待感があって、ポンと入れました。そうだったんですね。素晴らしいですね。ちなみに今実績面でいうと、どれぐらいのまあ結果が出たかっていうところをお聞きしていきたいなと思うんですけども。あ、なるほど。6月はまだ始めたばっかりだったんで、はい、制約は0人だったんですけど、6月は、制約0。まあ、うちに入っていただいて、まだ1ヶ月目っていう感じでしたもんね。そうですね。はいはい。で、7月からちょびちょびになって2人ぐらい入っていただいて、7月の時点でもお二人はもう制約をされていてっていう感じですね。はい、で、8月は一気に伸びて8人。8月で8人。はい、えげつない数字ですね。すごいですね。ありがたいですね。なるほど。ちなみにこの7月8月で何か大きな変化っていうのはどういったあたりだったんでしょうか。基本まだインスタグラムのダイレクトメールを来た人に対して、はいはい、なんだか販売をいきなりかけて制約に結びついてるっていう例なんですけど、はいはい、インスタでダイレクトメール来たお客さんの返す前に、うん、まずその方のプロフィール欄を見てですね、はいはいはい、どういう配信をしているのかとか、どういったものに興味があるのかとか、うん、まあその副業に興味があるのか、そもそもなんとなく入ってきたのか、うんうん、っていうのをいろいろこう見極めながら、最初のこの出だしの会話をするようにしたら、うんうんうん、結構スムーズに入ってきてくれるようになりました。なるほどですね。じゃあ中村さんの場合はどっちかっていうと LINE アットは経由せずにインスタからの結構制約っていうのがあるって感じですね。これで実際にこれ1件あたり制約されるとどれぐらい、まあ、紹介料としてというか売り上げとして入ってくるっていう感じですか。まあ、人によって様々なんですけど、だいたい平均すると10万円になるんで、1人平均、まあ、10万円の単価ということは、もうだいたいこれで、7月8月でトータル約10人という感じで、まあ、100万ぐらいっていう、ね、そうですね、だいたい100万ぐらい、うん、もうちょっといってるかなぐらいなんですけど、まあ、だいたい100万ぐらいですね、うんうん、すごいですね。
ちなみにこの売り上げとかっていうのをこの SNS で上げるっていうのは、うちの学科入る前とかってどんな感じだったんですか、実際に。いや、全然そんな発想もなかったですし、はいはい、自分自身で副業はいろいろやってるんですけど、人にこの自分で教わったものを価値提供して笑顔になってもらうっていう仕組みっていうのは知らなかったんで、もう0円だったですよね。あ、そうなんですね。中学入っていただく前も本当にゼロっていう。はい、そうです、もう全然。そうだったんですね。ここから3ヶ月でなんかすごいスピード感で来てるなっていうふうに感じたんですけど。いや、おかげさまです、本当に。そう言っていただけたら。あ、なるほどですね。ちなみになんかそのインスタグラムとかね、 SNS もそうなんですけど、集客できたなんか秘訣っていうところはどういったところなんか意識されたみたいな、中村さんなりに気をつけてることとかもしあればぜひちょっと教えていただきたいなと、はい、思うんですけども。ぶっちゃけ最初は教わったことで自分なりに解釈して最初やってたんですね。はいはい。だから最初全然集客とかがあんまりできなくて、うん、もうこの際だから修二さんとか講師の方がやってるインスタとかの配信をもう TTP って私言ってるんですけど、徹底的にパクろうって言って思って、モデリングをしてました。ポイントは TTP ですね。徹底的にパクると。徹底的にパクるって僕のこの作らない言葉なんですけど、まあまあモデリングですよね。モデリングです。もう事細かいところまでモデリングさせていただいて、それをやったら本当全然変わったんで。と思いました。なるほどですね。今ってちなみにインスタグラムの方は確か3000どれぐらいですか。3000いってますね。今3ヶ月3500人ですね。3500人ぐらいね、フォロワーがいらっしゃるっていう感じですけども。なるほど。まあ、これモデリングしていって、ちなみにインスタの投稿とかだとどういったところを結構意識されてるとかってありますかね。まず色合いだとか、文字の形だとか、まずインスタだったら画像の色合い、そして文字の形っていうんですかね、デザインというか、ああいうのを変えただけでも全然変わりましたね。あ、なるほど。この色合いとかその文字のデザインとかってあたりも結構その上手い人のモデリングして、でテストしてみてちょっと違うなと思ったらもうちょっとじゃあ別の方をモデリングして、でずっとやっぱ AB テスト、はい、そうですね、その AB テストってのやらせていただいたらもう全然変わりました。なるほどですね、素晴らしい。ちなみになんですけど、今 LINE アットとかってどんな感じですかね。 LINE アットはまだ3ヶ月で今日20人ぐらいまでしか伸びてないんですよ。はいはい。なんでこの先やっぱり AB テストじゃないですけど、プレゼントとかいろいろこう考えながらやっていくのと、今まだインスタだけのお客さんなので、今度その方たちにこの SNS 集客術っていうのを教えてですね、はい、さらに皆さんからその次の方になんですかね、笑顔になってもらうような副業のやり方をやっていきたいなと思ってるんですよ。じゃあこの今 LINE アットに集めていただいている、集まっていらっしゃるお客様に対してもさらにそこからビジネスにつなげていくようなもう動線ができてるっていうことですよね。そうですね、うん、いやすごい仕組みとしてはね、綺麗な流れだなっていうふうに僕もちょっと聞いてて思ったんですけども、素晴らしいですね。今後の中村さんのねご活動がすごい楽しみだなと。いや僕も楽しみです、はい、素晴らしいですね。ちなみになんですけど、うちの、まあ、学科に入っていただく前と後でなんか精神面的な変化とか、まあ、もちろんね結果的に見たら売上がもうスコーって上がってると思うんですけど、精神的な変化でいうと、うちに入る前に売上がずっとゼロの状態だった時ってどういう気持ちというかどういう状況だったんですかね。ああ結局一人じゃ何もできないですし、はい、やっぱりメンターじゃないんですけど、こう修二さんのような方がいてくれないと結局一人じゃ無理だなって思ってて、伸び悩んでたんで当時は。ああなるほど。本当にありがたいですよね。じゃあ結構そのまあメンターというか、まあ僕らみたいな存在がいたことで、まあ結構なんていうんですかね、まあ、迷いのまあ指針が迷わなくなって、これをやればいいっていう、あ、はい、まあ、道筋が見えてきたっていう。そうですね。感じですかね。道筋が見えたと、はい、なるほどですね、かしこまりました。ちなみになんですけども、まあ、これちょっと余談にはなるんですけど、初めてまあ僕自身のことを例えば YouTube で見ていただいた時ってあったと思うんですけど、最初のぶっちゃけこれね本当に皆さんあれです、打ち合わせとか一切しないんで、ぶっちゃけの最初の僕の第一印象ってどんな感じだったのかなっていうのをちょっと個人的に聞きたいなと思ってて。
よくこれ見るんですけど、本当打ち合わせないんですね、これ。あ、これ打ち合わせないですね。あの、本当に、この動画も、あの、8月のね、23日撮影してるんですけど、じゃあ16時からお願いしますって言って、もうパッと始めるみたいな。本当ですよ。全く打ち合わせないんですけど、だ僕もちょっと怖いんですけどね。ぶっちゃけ言っていいんですか？あ、ぶっちゃけ言って大丈夫です。もういろんな方にも言っていただいてるんで。最初はチャラいなと思いました。ああ、なるほど。あ、確かにな、過去にそういう方2名ぐらいね、生徒さんにもいらっしゃる。すいません。チャラいなと。なるほど。まあ、これはね、まあ、正直なお声なので。すいません。いえ、とんでもないです。あ、そうなんですね。やっぱそう。やっぱり、若くて、はい。年収すごい上げてるっていう話を聞いたときに、はいはいはい。チャラいというか、まあ、すごいんだろうなっていうのとともに、本当かなとかですね。あ、なるほど、なるほど。そっちが大きいですかね。うん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 。やっぱりこうお金持ってるっていうイメージが強いと、なんとなくこうチャラいっていうようなイメージが勝手に思い込んじゃって、なんか一昔前だったらなんか六本木で IT 社長若手社長がシャンパンみたいな、なんかそういうなんかアンカリングじゃないですけど、その通り。ああ、なんか確かにね、まあ、今とかあんまり逆にねそういう人結構減ってるなと思うんですけど、まあ、当時のね本当 IT バブルの時代のイメージがもしかしたらね、ああ、そうなんですね、これちょっと意外な。あ、そうです。あ、そうだったんだっていう感じですね。なるほど、なるほど。他には変わりましたよ。あ、やっぱ変わりましたか。いや、もう全然 YouTube 一本見ただけで、もうガラーンですよ。もうついていこうと思いましたから。あ、 ありがとうございます。いや、面白いですね。人によってやっぱイメージって全然違うんだなっていうのが。そうですね。なるほどですね。最後にですね、まあ、今日この動画を、まあ、見ていただいている皆さんに向けて、これから何か一歩集客を始めていきたいとか、LINE を始めていきたいっていう皆さんに向けて何か一言ですね、中村さんからもお声があれば、そちらもちょっといただきたいなと思うんですけども。ああ、なるほどですね。はい。やっぱり何事もやっぱり一歩をまず前に出さないと始まらないのかなと思ってて。はいはいはい。やっぱり即断即決即行動じゃないんですけど、お、まずやってみるっていうのが大事なのかなと僕は思ってます。まずやってみると。うん、それでうまくいかなかったらまたその時にまあ考えればいいっていうぐらいの結構フットワークの軽さですよね。その通り、その通りです、うん、結構考えすぎちゃって行動できない人って、例えばじゃあ来月起業しようと思っても、それって実は半年後、やっぱ半年後にしようかなで、半年後に起業しようっていう人は半年後に実は起業してないみたいな話で、まあ、まずとりあえず、まあ、ちょっとでもいいか何かつばをつけてみるとか、ちょっと、ね、橋をかけてみて、それでやってみるっていう、その通りだと思います。すごい大事って感じですかね。はい、ありがとうございます。ちなみに最後にですね、今回中村さんのね、まあ、LINE アットもね、下のちょっと概要欄に貼らせていただくんですけど、まあ、ぜひね、中村さんの LINE の配信もね、すごい参考になる部分多いと思うんで、ぜひ登録していただきたいと思うんですけど、何か LINE ですね、こういう情報を発信していきますよとか、プレゼントとかもしあれば、最後にちょっと中村さんからも一言教えていただきたいと思うんですけども。あ、はい、まあ、SNS コネクターってみんな聞いたことないと思うんで、ええ、ぜひ友達になっていただいて、まず SNS コネクターって何なのかっていうのを知ってもらいたいのと、うんうん、LINE アットに登録していたら無料相談とかもつけたいなと思ってますので、はいはい、今副業どんどんこう盛んになっていく中で何から始めていいかわからないと、うんうん、ぜひちょっと登録していただいて、うん、僕とお友達になっていただけたらなと思っております、はい、あ、なるほどですね。じゃあぜひね、皆さんもこの SNS コネクターね、まあ、興味ある方はぜひ LINE ね、チェックしていただけたらというふうに思います。はい、概要欄に貼っておきますのではい、ということでね、中村さん本日はお時間いただきありがとうございました。どうもありがとうございました。